안녕하세요. 또 JUPA というのが 第三者的な非営利目的の 社団法人の団体になります。でこれは非営利目的っていうのはどういうことかっていうと、中古ピアノ、日本から出てくる多くの中古ピアノに対して、不信感、不安感を抱かれている、世界中のお客様がいるっていうことを、我々は把握していたので、そういった団体を非営利目的で作るということに踏み切りました。でその JUPA というのはどういった組織かと言いますと、お客様、エンドユーザーのお客様に対してこれは本当の日本のピアノだよと、で日本のピアノというのはどういうものかというところを認知していただくために、告知をする、そういう組織です。でまた日本のピアノはヤマハ、カワイ以外のピアノも多く、メーカーも存在しておりますので、そういったところも、周知していただくための活動をしております。で我々が我々も含め、御社も、会員として、一般のエンドユーザーさんに、告知をするための、活動をするための支援というものを、JUPA は一部行っております。